前らちょっとはタイミング考えろよな。せっかくのいい雰囲気が台無しだね。ほしたほした迷惑な客には帰ってもらおう。うん、ラプンツェルだよな。おーい、ラプンツェル。無粋なことはやめたまえ。バカバカ。マルシャ。せっかくの親子の再会だ。静かに見守ってやれ。どういうことだよ。ラプンツェルは大切な存在だ。塔の上で誰の目にも触れず、一生母ゴーテルと暮らすのだ。誰とも会えないの？それって閉じ込めてるのと一緒じゃないか。もちろん閉じ込めているのだ。ゴーテルはラプンツェルの髪が持つ魔法、怪我や病気を癒す力を独占したいがために閉じ込めている。外からの干渉を断ち厳重に保存されるなら機関にとっても好都合だからな。好都合？機関が必要とした時に使うためだ。お前たち光の守護者が揃わなかった場合、新たな七つの純粋な光の心が必要となる。ニューセブンハートの一人として迎えるということだ。ニューセブンハート？そう、役目を終えたプリンセスの光を引き継ぐもの。守れとか言っといて、結局ラプンツェルを狙ってるってことなんだな。そんなことさせない。やはり静かに見ていられないか。ならばしばらく眠っていてもらおう。ソロ、お前は本当によく眠る。